これこちら、はい、どこ3カ所ものづくり、あ、こちらです、あ、こちら、はい、はい、ありがとうございます。お願いします、はい。138億年、その間に一体どんなことが起きて私たちはここに存在しているのでしょうか。千葉工業大学惑星探査研究センター所長の松井孝文です。今私が立っておりますのは惑星探査研究センターで研究用に使っている超高速衝突銃の前です。惑星探査あるいは宇宙におけるさまざまな現象を解明するために使っている実験装置です。こちらなんですが、これいずれロボットの技術で動く展示にしようという話がございます。まあ、ただとは言ってもあちらの柱にあるような変形をするロボットなんですが、やっぱりこのスペースですので、ちょっと人型とかにするわけにはいかないので、まずはこちらの手をこうグーパー稼働するように作ろうか。で、モーターでやるには、やはりロボットチーム関わってるので、そこはちょっと人工筋肉の技術とか使って、こっちでスタッフがこうグローブでこうグーってやると同じ動きするっていうような、そういう見せ方をできるようにしようなんていう話も出ています。どういうことに役立つかという質問が多いんですが、要は調査機とかを積んだロケットの打ち上げ予定を立てるのに役立ちますと答えています。実際にあった話で、ボイジャー70年代のボイジャー計画というのがありました。4つの惑星、土星と木星と天王星海王星の4つの惑星を調べるための調査機を積んだロケットを打ち上げたいと。じゃあキンキンでその4つの惑星が同じ方向にある時っていつかと調べたんですね。というのもこうこの状態とかだと打ち上げてまず土星行きました、次木星調べたいから太陽をまたいで木星行きますというんじゃ効率悪いということで、みんな同じ方向にあるのっていつかと70年代調べたところ、あったのが結構近くで1982年だったっていうんですね。そうですね、この状態ですね。こう直線定規で書いた一本の線じゃないですけど、まあ、同じ方面にあるということで、この機会逃したら、次回同じような条件になるのが百数十年後になっちゃうということで、急いで77年に打ち上げて調査活動を成功させたという。そういったロボットで試合をさせるロボカップという世界大会が90年代から始まったんですが、そこで14年と15年音楽の学生チームが2連覇しています。このロボカップという大会、面白い目標を持って始まった大会なんですけど、実は年々このロボットのレベルが進化して上がっていって、2050年の頃にはもうその年のワールドカップの優勝国チームともう戦って勝っちゃおう予定があるそうなんです。で、研究員たちの間で言ってるのが、それやるためにも今の現時点で3つのことを変えなきゃいけない。で、1つは、やっぱりこれ YouTube でロボカップといろいろ試合の様子見られるんですけど、やっぱり動きが遅い。なので人間と戦うことを考えたら勝負にならないので早く動けるようにしなきゃいけない。で、2つ目はやっぱりロボットには反則って概念がないので、この反則っていうものをどう理解させるかというのが2つ目で、最後3つ目はやはりスポーツなので体がぶつかり合
ので、その時人間が怪我しないような作りのボディのロボットですよね。